Who dares to enter the mayhem?はい、本日の大会エントリーですが、45分からあと10分ぐらいですね、したらエントリーの方開始いたします。まあ、全然ジョニーがやばいとか言ったけど全然へこんでません。むしろ面白かったです。ジョニーが強くても弱くても使います。
ごきげんよう。答えに導く道もあれば、道そのものが答えであることもあるのだ。強いわけ。Here comes the daredevil. Who dares to enter the mayhem?放っておきすぎだ。猶予はない。Heaven or Hell Duel One Let's Rock。 何が出るかな。虚数性もなく、寝る子は育つと言います。寝ないし育てないわけではないです。アクソル versus バウト。 Here comes the daredevil. Who dares to enter the mayhem? Tai Chi Royal Cool Tai versus バウト。Oh, heaven or hell, duel one. Let's rock. そこを出せ。スネイク、ミキ、ミキ、ダウン。何が出るか。スネイク、ミキ、ダウン。スネイク、ミキ、ダウン。ダウン。聞きません。だから、ボイボイウェイ。ボイボイ。何が出るか。ミキ、食べるの。スネイク。何が出るかな。スネイク、見切った。そこ、何が出るかな。まずい。何が出るかな。スタイエンジン。スネイク。
Devil. Who dares to enter the main? Slay.
放っておきそう。 Heaven or Hell Duel One Let's Rock。 何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな。ですね、本日のエントリーをですね始めていこうと思うんですが、今日はですねちょっと取材が来てまして、それ関係でいろいろ映ってしまうかもしれませんが、頑張ってくださいというか
い、よろしくお願いします。ちょっと普通に緊張しますね。ダメですね、これちょっと、今まあ、普通にカメラ向かれてる状態なんですが、ちょっとエントリーしづらいかもしれませんが、こちらの方まで来ていただけたら助かります。よろしくお願いします。ちょっと慣れてないんでね。いやー、困っちゃいましたね。まあ、そんなわけですね、一応19時20分エントリー締め切り、7時半を開始を予定を目処に始めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。恐怖だからね。メルコは育つと言いますが。アクソル vs バウト。Get ready to run. Here comes a daredevil. Who dares to enter the main? Tai Chi, Royal Cool.Heaven or hell, duel one. Let's rock.土曜34大イグザード34大会のエントリー受付こちらしておりますので、今試合なされていない方こちらにエントリー受付していますので早めにご登録をお願いいたします。Duel 3, keep on rocking.
土曜固定スリオンスリー大会のエントリーを現在行っております。今日は一応スリオンスリーの固定チーム戦となっておりますので、皆さん早めのエントリーをお願いいたします。でですね、ちょっと少し多分もう大丈夫、ありがとう。はい、出てくるのは剣士メノも対する投げファースト。後ろでチラッと見てたら、やはり海外勢からするとやはり今回のアーケードのね、団員19段に到達しているなげさんはかなり憧れの存在だみたいな話を盗み聞きしてましたが、さあ現在大将で出ていますね。さあなげさんを倒して2回戦進出することができるかといったところですね。すごいなー、憧れちゃうなー、19段っていうどんところになってるんですね。上から来る。ただ今回ですね、ファーストやはりちょっとどうしても火力が落ちていますね。前回であればここね殺しきれていた場面でもあるんですが、今回その火力がダウンしたことによりちょっと立ち回りで無理をしなくちゃいけない場面も増えてきているのかなといったね印象ですね。さあドリルからゴイモエ2杯する。ここは100トン当たっている。
冷静に考えると片手で投げてますからね、とんでもない。さあブラックホールに吸い込まれていく 2K 立ち合いすら、またしてもブラックホール、これはベノンを中心に広がっていますので、うまいことを完成ジャンプとして利用していきます。さあゴーイング、変なモーション、さあ弾は発生していた。がチビファーストがいるため本体に攻撃を仕掛けることができませんでした。逃げようとしたところ逃がさず空中投げ、肩投げファースト。私実はガンガンマンです。あなた本当に Here comes the daredevil. Who dares to enter the main? さあそして出てくるのはヒミさんのメイ。え、ドリルと補正ついてないよね、ついたっけ、ドリルと補正ついたっけ、ついてないよね、前ハイだよね。さあこれ金バスト、ローマンキャンセル、それが空中足がちょっと出ないか。まあ、上から目とは来ますので無理はしたくないといったところですが、ここは2ピを振ったところに刺さる暴れつぶしのドリル。しかしもう一度コパンで返すが投げ返し、今回投げ返しその何て言うんですかね、毎回これ言う前に悩んでしまうんですが、その先行入力ですね、先行入力がかなり引きやすくなったということで投げ返しも簡単になっているという話は聞きますね。ポイッと返していく。さあ B バンドが高ラッシュ炸裂中か、タチピーから金安、しっかりアドリブでエリアルコンボへ。 2K 対空早出しにすることによってスタンプを落としていく。さあ空中投げ逃がしません、画面端取り囲う、目の前にドーナツがあるが動けない、動いたところに通常攻撃が刺さってしまうというね感じですね。あーっと端攻められてはいるが、この圧倒的な体力差かなり厳しい。円安を潜っていく、コパン金スから2杯すら当たりませんが、中盤からゴールが出てきて画面足ハイスラッシュ、しかしここは投げ仕込み、マイピーカー、勝ったのは投げファースト、大将戦です。人間の肉体が持つ可能性、そこ何番だっけ、 3？ え、 5？ チームは名前は、あれちょっと待って、そこ1回戦負けた後の1回戦、いや違うの、最初の試合かだから、負けトーナメントあります。ジュンさん、トゥーリオさん、ガクさんはね、まだ帰らないんでね。これはそろそろもうやらないとダメだな、急ぎましょう。まあしかししょうがない、やるしかない。 B バンダイ、アインカイ、モッチーソル、フィーノベノムチーム対 FAB ボチャムキン、カリンチュソル、シャロンエルフェルトチーム、 B バンダイでお願いいたします。あれ C バンダイって今どこやってたっけ、トモさんのとこだよね。あ、これあれあれ、これ高さんの、うんうん、いやそれは大丈夫大丈夫、あ呼びました、ビバンダイです。あ、よしこちゃん、
やってる？やってるように見えただけかもしれない。俺の見間違いかも。 C やってないよ、誰もやってないよ。なんかやってるように見えんな。なんで？ボブさんとこ？あれ、俺設定変えた、変えてないっけ？え、ちょっと待って、 B 番内、あ、ごめん、 C 番内、 C 番内多分フリープレイになってない、それ。ちょっと止めといて。ネルコが育つと言います。あ、そうだ、選択が育てないわけではない。選択台になってんだよな、あれな、忘れてた。あ、大丈夫、それは問題ないです。ノーですね。じゃあね、あの多分ザップ選択台をイグザードにしてあげれば、あの多分フリープレイの状態になるから、やっちょっと抜き刺しました。さあ、投げファースト。てかエイプリルはいつプレイアブルキャラクターになりますかというお話が結構コメント欄で見かけるんですが、エイプリルって戦う要素がどこにあるのか俺には全くわからないので、需要がそもそもあるのかという。さあ、投げファースト対アデスケメイ、大将として出ています。投げファースト残り3人ですかね。アデスケさんは3手先方で多分3手としていますから、もう本当に残り3人全員を倒さないといけない状況ですね。さあ、メイの火力アップしています。なんかオイルがいい感じに助走をつけてのダッシュ完成をつけてのジャンプをするためのね、準備はみたいな感じになってる感じがやばいっす。いやー、マジくしゃみが止まんなかった。さあ、我慢していたがめくりになりましたね、爆弾が。さあ、気づいたら逆転していましたが、画面端前ハイスラから黄色キャンセル、すぐさま 2P 割っていく。ハウスのいいところ、 2P がね、発生は遅いんですけども長いんですよね。長いのがこういった割り込みにかなり利用できるので強いですよね、そういう点では。ハウスの暴れとしては、ね、ここはとかちょっと遅めなんですよね。さあ、 B 番台勝ったのはフェビーさんのチームということで、フェビーさんのチームが敗者復活でしょうね。はい、おめでとうございます。決勝進出か。なので A 番台は残り2試合かな。さあ、奥攻め、タッチ K からジャンプハイスラーまで。ファーストが対象粘る、足払い確認から装填まで。人間の肉体は B 番台使わないよね、災害というも使わないはずだよね。あ、これ勝ったら阿部さんのチームとやってで、FAB さんのチームだね。そうだね。オペが必要ですね。安心してください。Heaven or Hell Duel。 あのさ、Let's rock。 ちょっとだけオファー出たい。何が出るか。どうしてか。ラッツルメットサグリー。何せっかい。こっちも
はい、それでは B 番台設定を戻しました。ノジャイの方をお楽しみください。残り、2試合ですね。この試合を含めますと残り3試合となりますが、残った試合は全て A 番台動画台で行いますのでよろしくお願いいたします。さあ、初代ソルがゲージを 50% 持っている状態で画面端追い込んでいきますが、1回目の空中ダッシュをしっかり合わせていきますね。画面端付近付近、今回ジャンプ D がカウンターヒット時に受け身不能になりましたので、対空狩りのジャンプ D がかなりでかい。直した、多分直した。ICBM がちょっと断線しかかっているので、その日変えます。さあ、ジャンプリー、このジャンプリーがね、最強潰してね、かなり嫌なんでしょうね。さあ、ファーストは空中に行ってもある程度、選択肢があるのがいいですよね。判定の強いドリル、そして投げてしまえば、またすぐに行動可能なアイ、まあ、ゴーイングマイウェイ、黄色キャンセルなどもありますし、自分はやられなんてがない。ICPM が断線しかかってるって言ったね、俺今。HDMI 言ったよな、俺。ICPM って言ったかも。ICPM が断線はいかんでしょ。もう最近ね、ダメだよ。違う、FMB さんが前にいたからしょうがない。そう。コメント見ながらだったかな、多分だな。さっきもうポショムキンパスターの話をしてたからダメなんだよ。もう FB さんよりちょっと薄めで見るとポショムキンが見えてくるらしいですよ。薄めで見ないとわからないコラボ商品とはみたいな感じですね。目を気に見てマッチクソ笑いましたね。さあ、ここは無理をしない、足払いとジャンケ、足払いが早い、平成、そしてカウンターヒットが非常に大きなリターンを得ることができます。首で落としてライオット強気に行きましたがダメ、勝ったのは投げファーストに似たて。さあ、大将までたどり着きます。ハセスレイヤー対投げファースト、あなたの体急激な、これマジで ICPM っつった、マジ分かんなかったんだけど。うるせえ、一体言ってたねえよ、コメント欄全員バンやな。まあ、大陸間弾、ん、こ、だい、ん、攻撃道、大陸間弾道ミサイルだよね、ICPM は。ICBM か。ICBM だっけ。もう、PM はポチョムキンに、変えてるんでしょ、さあ、長谷さん対、投げさんですが、ダメっぽいですか、画面。何だろうな。うわーっと、裏の判定、裏しかも燃えてしまった。今は多分スレイヤー側の立ち合いすらが、ファースト側の前面に手が出たというのもあって、やられ判定が伸びたんでしょうね。それも含めあったんですけども、かなり美味しい、展開でしたね。ダストアタック、ファイル、今回のダストコンボは一味違う。で、最近のこの長谷さんの浮き攻めを見ていますと、画面端前 B でコンボを締めた後にヘルターで裏回るといった連携を見せますね。今直しましたよ、うるせえ。
あの実況しながらその線直したりするからね、言葉が混ざるんだよ。怒ってないよ、今実況しながら解説してたからちゃんと聞いてるよっつって。さあパンチ、うわあめった。これは最速アバリらしいです、知らんけど。まあけど間違いはないはずだ。さあめっためった画面端、チビが邪魔、チビキャンセル。おお着地を投げる、これはあのアンジのピーカイとかと一緒の原理ですね。着地1フレーム投げれるということで、はいはい、そこをね投げていった感じですね。調子悪いですね確かに。さあまたしてもめったぎ勝ったのは投げファースト。じゃあそのまま連戦でお願いいたします。投げさんのチームと、タカさん、リオンさん、アベジーさんのチーム、お願いします。吸血鬼といっても生物学的には人間と大差ないですか、ね、ちょっと一旦止めましょう。絡めてなんて媒居にいとまがありません。しただけありますね。まあ、けど、この間フリープレイ、金入れないで犯罪を犯したと思ってたんですけど、安倍さん、フリープレイだと思わなくて100円入れてゲームしてただけらしいですね。ちょっと間違った情報が流れてきたということで、そこは訂正させていただきます。で誰だってね、ツイートを見たら安倍さんさすがにそれはいかんでしょうってね。みんな思うよね。前に行きたいがお前の場所は画面端だと、ブラックホールに吸い込まれていく安倍さんです。さあ置き攻めが強力だぞ。画面端レッタングルがあるとはいえ、この置き攻めピンポイントで割っていかないと返せない。そして画面端壁やられ、あ薄かったですね。画面端で今回、ジェノサイダーソリオスみたいな、ソリアスみたいな打つと画面端で壁やられになるんですね。なのでその後ダストアタックがつながったりしてコンボが伸びるのが今回かなりの評価点ではないんでしょうけども、展開がいいですよね。今まで結局立ち合いすらとか NSC ダスしかなかったところを画面端に詰めた状態でね、コンボ数伸ばせますから、そこはでかいですね。チャンス、ジャンプ配信の引っ掛けでシータスに対して無敵の乗っているジャンプフィーで返していて、KPP、さあ強気にジャンプ S が、なんだ、失速した。サイノソイダーヘイリオス、知らんがなあ。自殺志願者でしたね。画面足エレクトロゾルダード NI じゃねえかよ。あー頑張れ阿部さん、みんな見てるよ。ああるぞ、ヒールキャンセル、うまいがジャンプ S、 今回判定が下にもバッチリ。勝ったのは投げファースト。まあ実行犯は倒せましたからね、まあある程度はいいでしょう。あれ主犯、あー投げさん、まあね仲いいうちはいいですけど、あまりにもやられすぎると縁切られるかもしれませんね。ほどほどにやっていてくださいね。実はニコニコしてるかもしれない安倍さんですけど、なんか結構心の、ね、うちではこう、なんなんだあいつら、いい加減にしろよマジでって思ってるかもしれませんからね。人間わかりませんよ。まあそうなったら俺は面白いだけなんですけど、まあ俺には相談しに来ないでください。
俺も万葉いじりまくってたら万葉なんか怒ってんのか怒ってねえのか分かんねえ時期あったからね。ビギナーズハウンドとか言いまくってたらやばかった。なあビギナーズハウンドしてる。あの雑誌が面白すぎましたね。さあ出てくるのはブライアン・ホーク、タカスレイヤー。キース、ダストアタックが当たっているが、バーストを使え。わーっと、さあかなり前回バージョン 1.04 では苦しんだこの組み合わせ、今回は中央でのリターン、そしてファーストの弱体点がね、スレイヤーに噛み合ってましたよね。中央のパイルバンカーで戻ってくるのはまあいいんですけども、マイピーがやはり遠距離 S、タッチ K を潰してカウンターヒットになった時に戻ってくるっていうのがでかいですね。金 S、 さあこれ一気に決まる可能性がありますよ。この10カウント何か食らうと死んでしまう。うまく耐えた。ドリル、デンジャータイム中に当てることが成功。素晴らしい。画面端ブライアン・ホークは強い。ホークはテンポアップよ。あ、死んだかも。ロマンキャンセル、バーゴーイング、減らないですね、ほんと。もう多分後半全部ダメージ1なんでしょうね。さあガードして、ここで2回目のダストアタック、ナイスホームラン。まあ、やはりドリルは頼りになりますね。各種牽制が弱体化されてしまったんですけども、ドリルはやはり未だに信頼して使っていけるいい技なんじゃないでしょうか。いやーちょっと端から逃げられないで、これ終わるか。終わりましたね。ピヨって決着状態、オペが始まります。めっちゃ嫌そうな顔してるんだよねこれね。吸血とかいう設定は二の次だなとか言ってるけど、別に吸血って全く関係ない、ただの整形手術でしたっていう。ちょっとキンパがめっちゃ伸びてる。さあ出てくるのはリオン・カイ。さあ決勝に控えている FAB さんのチームに、対戦の権利を得るのはどちらのチームとなるでしょうか。 1P 側リオン・カイ大将、 2P 側投げファースト大将です。そして投げさんと FAB さんは大会が終わった後にちょっとしたエキシビジョンマッチがありますので、よろしくお願いいたします。さあ大将投げさんがかなりの粘りを見せておりますね。少し前、前 B ブリッツから確定か。今何が出なかったんだろうか、もしかしたらブリッツ返しを狙ったんですね。ちょっとまあけど美味しかったんで、まあ関係ないですね。さあオイルにインカー前に出てきて、コパンを振りますがダメ、ディッパーも届かず。一本選手は投げファースト、ダイナンド。さあ梅、すごい確認、しゃがみ確認に N3 ハイスラをしっかり決めていきます。今こそ画面端、スタン H をしゃがみ歩き、低姿勢で避けていきます。あけど、しゃがみ歩きで抜けられてしまうからといってスタン H を打たないという選択肢を取り続けてしまいますと、どうしてもね、強引に前に来られてしまう機会が増えてしまうので、ある程度はね、抜けられてしまうかもしれませんが、見せていかないといけないっていうのが難しいですね、格闘ゲームね。さあ、厳しい足場でから平成、しかし画面足
にハイスラヒット、ジャンブリーロマンキャンセル、いい判断、補正を切ってこのバースト、ちょっと危なかったが出ている相手のがいいだけに関係なし。ドリルカウンターヒットからしっかり殺し切りまして、勝ったのは投げファースト太郎こちらのゲームオーガスレイヤーチームとなります。それではですね、 A 番台決勝戦、 FAB さんの星野金、カリンチさんのソル、シャロンさんのエルフェルトのチームと、今勝ちました投げさんのチーム決勝戦です。正しき道とは誰かが作った道です。その賢人の道に答えがないのなら自ら作ればいいのではありませんか。大将を残すは投げハウスと、さあダウンタウンエルベルナ vs バウタゲットレントゥーエルフェルト対ファウスト、お互い距離の取り方が重要になってきそうな、そんな気がする。難しいに投げ、画面端パインから直下してきたが引き上げを回避、2杯からブラックホール中段からこれは痛いところ、バースト射撃は、おっと、コーニャーヒットして、ここ爆発。キーキャン、キーキャンから。おっと、なんかすごいところに当たりましたね、今の立ち配置が。突き上げから逃げれた。ジョン。違う、ダストでうまく切り返しました。ブラックホール、どうしてこうなったオイルが巻かれて、さあどうする、爆発してしまい厳しい状況、ラストキーキャンから一気に近づいていく、ダメファースト、インスから端から逃げ出したくないと思ったら何が当たった、2敗か。3打点にリーチをかけていくシャロン・エルフェルド、初戦当たりコインまでつなげようとしたところをバースト、ファインが厄介だ、ファウスの歩みが止まってしまう。すごい、これはかなり高性能なエイムが発生してますね。うまい前に顔を打って打ち抜いて相手に一切触れさせない。キーキャンから位置を入れ替え、ブロック入ったら見ているがドリルに引っかかる、中段ガード出てきたな、メテオ、ここでメッタ切りが入って相手受け身取らずぐらい、誰で押してきてエースが噛んだ、キーキャンエース、おっと潜ってきて、さすがにここはやらせまいとタッシュパンスで迎撃した。 1-1 チョコを拾ってドリル、まだ当たらない、すごい見た目以上にやはり長いですね停止線。ドリル固めていく、さあディスクゲージが上がっていって9投げ、キーバスを読んでいく、端から逃がしたくなかったが、ファウスト限定のからジャンディーまで落とす、パイにおっと6入ったら出て突き上げ、反対方向にいて命拾い、指輪狙ってきてうまい側に顔を落とす、カルロマキャン、もう一度ダウン奪ってパイオン崩め、おっとめっ危うくめくり、ま、回り込まれるところだった。 2K の持続がうまい側にヒットしてくれて大命拾い、スライダーがすごいところ当たった、キーキャンからおいスッとして2杯からあっ、今2杯を差し込んでいく、この2杯からカウンター壁に、いますどうなるか、
ギリギリ間に合った、めったギリ。今朝も至れば真相。さあ、そして大将 FAB を残して次に出てくるのがカルリンチュソル。Heaven or hell, duel, duel. One, one. Let's rock. Oh, no! スダフルにドリル刺して、おいで。テーラーで突っ込んでいったが、テーリングされてしまい、爆弾が、まだオイルが残っていた。直下からナイスボルカニックバイパー。ロッピー、もう一度ボルカニックバイパーで切り返す。おっとガンダッシュしてルッキラーボンに掴んできた。ティーファウストがいるせいでこれ以上攻めづられないが、 PK ボルガニンバイパーいいヒット確認。おっと2敗が光ったところをすかさずテーダコンから殺しきる。すごいダメージ。パーフニーロに勝ち、開幕から壮絶な殴り合いが開始された。2K 対空からケリウムが出てきて、さあどっちが取る。いや愛で取らないからしょうがない。ハウスは失速して声が高くなってきた。タッチ系がインマイマに当たって、そう、おっとこれは殺しきれるか。ワマキャンからオイルのせいでなんかおかしくならないかと思ったら大丈夫。私飛んでるわ。最終ラウンドで 2K で回復取ってバーネン飛びそう。飛んでった、自分も飛んでいく。意外にあれダメージ高いんですよね。あれ、あ、倒れてたのそれだけだった。なんかオイル率が高い。それが起爆していく。あと、キューキャンのせいか、なんか起爆してるのか。からブッキラが怖い。しかし、ロケヒット D から、あとここはバースト警戒か。あった、ヒットしてしまい、爆弾ヒットから。手だ通していく。どうなる、ボルカニックバイパー飛んでってしまったと。どう大将投げファウストが FAB ポジョムギンを引きずり出す。さあ、大将戦よくあいつら落ち着いてガードしてスライドヘッド。このインスすごいところ当たっている。バネは当たってしまって、その間にコジョミニーが下で待機している。おお、持続にも当たらなかった。すごいね、さすがポジョムキンのバークステップ。ちょっとギリギリ、おかしいか回避したけどバース使ってしまう。エゴピンで返す、ジャンプでいい、サスケヒットからさすがにバースト。毒は当たったけど安定なんか食らってる最中にパースはクライモーションだったため、そのまま毒が解除される。ロック返したらヒットして、しかし爆弾のせいで追撃ができない。ヒードお菓子で若干回復した。しかし2パンクを差し込んで1本取る。 FAB ポジション銀最初第2ラウンドスコピンがヒット。
ブラックガチャが間に合っていて2杯がカウンターして、ポイング画面端ブラックホールが出て、これはきつい状況が足から逃げたいけど、このエースからあ、もう物投げだけでポジション金が相当つらい。ドリルドマキャンからちょっと毒食らってしまったが、2番で止めて立ち合いづら足の色でデコピン返す。これはどうなる、まだ残る、殺しきれないが、そこに立ち系を置いておいた。ナイフハウス11、おっとスラヘが2敗に勝ったジャンディー。しかしそこには顔が置いてあった。ロビンで返していって一気に近づきたいが簡単、近づきたいハンマーホール、これは厳しい状態になってきて、ドゥゴピンで返していったが衝撃波はあさっての方向に行ってしまった。あーっとタイミングがまず爆弾食らってしまって非常に厳しい状況。ここでジャンウォッチ優先直は、ここまで来ると削りも怖いから直側も怖い。しかし金パスを切り返していく、投げファースト物投げをしてと爆発している。これはと厳しい、厳しすぎる。キギャンキギャンが 6P カウンターすごい壮絶な読み合いが、6回がドリルカウンター。どうする、削り削りが怖い。デコピンに返していく、すごい心臓を持っている。おものすごい勝負強さを見せつけた投げファウスト。これ優勝が、はい、というわけで本日の優勝チームは投げファースト太郎ポチョムキンモガスレイヤーチームとなりました。おめでとうございます。すごかったですね、最後の読み合いがね。まあ、最後の勝敗を分けたのはやはりあの FDB の衝撃波が空中ヒットするかといったところでしたが、もしあれがあればあのヒートまでつながって起き攻めという展開だったんですけど、そこは入らず、まあ、その後の、起き上がりの読み合い制して、さあ海外勢の方が選ぶキャラクターはベッドマン。ベッドマンというキャラクターは人口が少ないんですけども、ギルティアイグザートからね、新たに参戦しました新キャラクターの一人となっておりまして、今回バージョンアップ 1.0 から 1.10 でかなりパワーアップしたということで、さあどうなるでしょうか。さあ憧れの投げさんとの試合となります。かなりね、あの通常の大会とは違ったまあ計画ではあるんですけども、緊張しすぎないようにね、のびのびと対戦していただければと思います。そう、イベントモードは好きなステージを選べるんですね。さあこのベッドマンというキャラクターですね、声優さん起用してはいるんですが、喋りませんので、まああの対戦に集中できますね。さあ貴重なベッドマン使い、そして海外勢、そして今回初参加、ミカド大会初参加となりましたリンコレンさんのベッドマン、指名するのは投げさんのファーストですね。今回の大会前のの試合でも投げさんの方に挑戦していました。大会でも当たっていたみたいですけども、さあここで1本でも取れればかっこいい。本当にですね、ミカドはこのギルティギアというゲームのレベルが高すぎて、どうしてこうなってしまったのかというところはあるんですけども、まあ、それを、ね、目的にこうやって遊びに来てくるのは本当に嬉しいですね。試合したから今回ジャンプです。なんとか立ち回り触っていきたいが、インハイスラロマンキャンセルからドリル、ユーリフレームを取って画面端に押し込んでいく。さあ逃がさないようにジャンプハイスラを置いていきます。まずは投げさんが1本選手ですね。さあチャレンジャーのリンコレンさん、なんとかねいいところ一つでも練習してきたものをぶつけていきたいところ。
ただちょっと立ち回りがプレッシャーで押されているかなといったところですね。さあゴーイングマイウェイ、画面足2系の下段で崩して爆弾ヒット、物を投げてドリルカウンターヒットから爆弾がヒット、しっかり爆弾が爆発するタイミング合わせていきます。投げファースト、さて奥攻めは下段が通ります。なんとかして切り返したいんですけど厳しい。エンスから前背、これガードポイントがついているんですけども、しっかりね対策していきました。投げさんが勝利です。まあ、としても挑戦者敗れてしまいましたがね、コメントが多分インタビューもらってると思いますんで、まあ多分ねここら辺多分実況入ってないと思う。ごめんなさい、投げさんを選びます。これでね一応ね2回ずつ選ばれたということで、よかったよかった空気読んで村長というわけじゃないと思います。はい、あーなるほど、先ほど行われました土曜大会 3-on-3 大会で、ひみさんは投げさんに敗れてしまったということで、そのリベンジマッチをしたいということで、最後の最後に熱い展開で、さあしっかり倒すことができるか、リベンジマッチ。山田さんがやる気満々みたいです。さあ行きましょう、リベンジマッチなるか、キミメイ対する投げファースト。さあ互いに設置技と物を投げてね、ランダムのアイテムが出るんですけども、そのアイテムを絡めてのコンボ、置き攻め、そしてセットプレー、立ち回り気持ちがかなりね楽しいですね、ファーストからね。さあしかしリベンジマッチはさせないと、ガン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 攻め込んでいくのは投げファースト。さあメーガーはゲージは 50% 溜まっていますが、ここで空中から隕石が降ってくるメテオをね引いていきます。投げさんはこれをね非常に勝負どころで引くことが多いので、課金をしているんじゃないかなって言われているぐらいですね。まあ、ちなみにこのゲーム課金要素はありません。ゲーセンチが、おっとこれはいけません、これはいけません、テンション引いてください、まずいです、これはちょっとお茶の間に流せませんね、艦長ですさあここで覇者画像を超えるかといったところこのこんなに幼い子に艦長が刺さるっていうさあ投げさんこれはかなり乗っているぞ。2敗すらからタッチピー足払い KS ハイサッシュ、まあ、分かりやすいですからね艦長はさあ体力ヘルファイア状態、もう後がない、ドリルカウンターヒット、これ体力残らないか、バーストは当たらず無敵技で回避しようとしましたが、ここは空振りだった、投げファーストとなります。まあ、というわけで、海外勢チームに対して全勝でしたね。フェビーさんと投げさんさすがでございました。あなたの怪力はちょっと不自然です。やべえな、どうしよう。